から昨シーズンの K リーグチャンピオン FC ソウル、巻き返しなるか。グランパス対 FC ソウル、後半の45分が始まりました。画面向かって右から左にグランパス攻めていきます。そして白いユニフォームの FC ソウルが左から右へと攻めていきます。両チームともにこの後半に対します交代はありません。8番の藤本、金崎を使っていきます。サイドライン沿い、35番のチェヒョンテが追っていきました。チャンピオンということでね、はい、本当に厳しいリーグ戦が待ってると思いますね。東日本大震災でだいぶ日程が変わりましたが、さあ森永前を見る、左足、背番号11番のマウリシオ・モリナ、試合が入る前にスタジアム全体で黙祷を捧げました。そしてグランパスのこのベンチの後ろには日本の旗が掲げられています。よしないとダムジャロビッチ、ここはゴールマウスを捉えることができませんでした。グランパスのストイコビッチ監督はこのハーフタイムにボールをしっかりコントロールしてつないでいこう、そしてサイドチェンジを使ってスペースをうまくつないでいこう、使っていこうという指示を出しました。小川、そして跳ね返ったところ阿部、金崎が中を見る、ケネディが落としたところ長い、藤本ですかね、失礼しました、はい、8番の藤本ですね。今ね、あの縦パス2本入りましたけど、今みたいなボールの回し方ですよね。そこからチャンスを作っていきたいグランパス。 FC ソウル、ジェバロフ、中を見る、下げて、さあフット、ゴール前抜け出る、ここは金崎のファールを取りました。今日の試合は積極的に前を向いてプレーをしています金崎。いい位置でのフリーキックということになります FC ソウル。後半の10分です。直接狙っていく、素晴らしい奈良崎、最後はキーパーの奈良崎がよく止めました。です。触ってなければいけてましたね、はい、はい。今のプレーしっかりと逆サイドから11番のマウリシオ・モリナも攻めています。しっかりと触ってゴールマウスを守りましたキーパーの奈良崎。そしてグランパス金崎、長いからもう一度いいですよ。川添さん、はい、こういったポジションチェンジですよ ね、 そうですね、どんどん出した後動いてやっぱまたサポートする、はい、そうすれば相手のディフェンスライン必ずスペースができてきますからね。今でも永井もよく言う、ね、止まりましたよね、はい、あそこでね、ところですが FC ソウルがボールを奪い返します。ここでフランパス選手が1人倒れている。さあ FC ソウル、中には11番のモリナがいる、逆サイド、これ危ないですよ、危ないですよ、中に合わせるジェパロフ、寄せないと、ここはキーパーの奈良崎の正面でした。ヒョンヨンミンからもう一度高揚班、さあまたボールがつながっていきます。直接狙っていく、決まった、最後はサイドバック35番チェヒョンテ、まあ、先ほどから川添さんと再三言われてましたけれども、はい、そのボールに対するプレッシャー、そうですね、なかなか攻め
きれなかった寄せきれなかった部分、最後シュートを打たれてしまったグランパス。川上さん、はい、ピッチから見てるんですが、はい、やっぱグランパスの方はもう止まって見えるんですよね。そうなんですね。全然運動量が少ないというか、はい、もう少しちょっとボールに対してアグレッシブにボールに行ってほしいですよね。はい、ゴール左隅に決められてしまいましたグランパスです。ストイコビッチ監督が動きました。中盤の藤本に変えましてルーキーの吉田真希人投入ということになります。が出ます。前線ダムジャムビッチを狙っていきました。キミヨンで川崎さん、やっぱりこの中盤、はい、藤本と吉田を変えてきたというところはストイコビッチ監督もこの中盤が機能していないと。もちろんそうですね。そして長身のこの吉田を起用してきましたストイコビッチ監督です。監督退席ですかね。ファンボカン監督、今外に出なさいという指示を送られていますが、主審のアルガムディさんから退席を命じられています。今 FC ソウルのファンボカン監督がベンチを後にします。ここからは指揮官を失って FC ソウル戦いということになります。ボールを奪ったグランパス、なーっと奪い返されるジェパルフ。ジェパルフのドリブル、ダムジャノビッチシュート、前が空いて積極的に右足を振り抜いていきましたダムジャノビッチです。ミッドフィルダーの金崎に変えましてセンターバックの千代丹田投入。センターバックの千代丹田を投入しましたグランパスです。サントスから田中海馬、さあ時間がない、前では慎重なる選手がポジションを取る。松川、こぼれたボールふわっと浮かせる、最後はこの長いが、まあ、ふわっと浮かしてゴールを狙っていきましたが、はい、枠を捉えることができませんでした。ゴールキーパーの位置もしっかり確認してシュートを打っていきましたかね。はい、捉えることができませんでした。アルフィード、このボールです。このボール落ち着いている。チェヒョン手が前に送る、阿部が競っていきますがここはファールを取られました。速いリスタート、さあ前が空いている。コヨハンエリアの中入ってくる、前が空く、左足、自分で最後は打っていきました21番の高予判。さあここはしっかり守ってですね、後半残りグランパスボールです。川崎さん、この3分は死に物狂いでいかないといけませんね。奈良、はい、崎がここは出すところがありませんでした。タッチラインにボールを出しました。落ち着いてボールを回していきます FC ソウル。抜け出るチェヒョンテ、この人のロングシュートが同点に追いつきました FC ソウル。最後はダムジャノビッチが足を伸ばしていきました。前線ケネディ、胸で落としてトゥーリオ、さあこのボールをつなげたいところ、取れた、ファールですね。ここは後ろから小川が倒されました。手元の時計で残り1分、フリーキックはサントス、これを合わせられるか。
跳ね返される。阿部はもう一度放り込んでいくシュート。最後は千代丹田が足を伸ばしていきました。もう少しね落ちるのを待てばねジャストミートだったんですけどね、ちょっと慌てましたね。そうですね、はい、最後阿部が放り込んでいったところ、反応したのは3番の千代丹田。やっぱり彼の良さはね、本当に抜こうとかね、ゴール向かう姿勢っていうのがね。そうですね、はい、しかしここで長いホイッスルです。アディショナルタイムの3分が経過して、今長いホイッスルで試合が終了しました。グランパスホームで勝ち点3を奪うことができませんでした。1対1の同点で試合が終了。前半に1点を入れて先制点を挙げたグランパスですが、結果的に1対1ドローという形になりました。残り4試合でグランパスは2位以上を狙っていこうということになります。放送席、放送席、それでは中井グランパス、ストイコビッチ監督です。1対1という結果、どのように捉えているでしょうか。I saw two different halves. First half when we play well and we deserve to lead, and second half I don't recognize my team. We stopped to play. そうですね、まあ、今日は本当前半と後半全然違ったチームになりましたよね。前半の方は、まあ、本当にしっかりプレーしてたと思いますけれども、我々後半の方が、まあ、プレーを止めてしまったと言いましょうか、我々のチームが見えてこなかった部分はあります。しかしその前半、長井という新たなチームの武器がその力を発揮してくれました。Yeah, it's a very good combination, good counter-attack, and he showed his speed and very good concentration to score a beautiful goal. Yeah, it's very important for him, but also for Nagoya. そうですね、カウンターアタックから素晴らしいゴール、長井のスピードを生かしたゴールが決まったと思います。まあ、彼だけじゃなくてチームにとっても良かったゴール、名古屋にとっても良かったゴールですね。次の試合もホームで、そして中東勢の戦いになります。Next game against a Middle East team in the home game in Mizuho. Yeah, it will be an important game and we will try to win, first win in this competition. It will be very difficult, but we have to continue to keep our work and waiting for the good result. まあ、そうですね、もちろん勝ちたいと思います。まあ、第一戦、この大会での第一戦のこの一勝というのは大事だと思いますから、それに向けてしっかり準備をして練習していきたいと思います。ありがとうございました。続いては永井選手に来てもらいました。お疲れ様でした。プロ初ゴールです。決めた時のお気持ちお願いします。そうですね、嬉しかったですね。あの時はスピードを見せつけて、さらにフィニッシュのアウトサイド、自分の持ち味発揮できたんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、イメージ通りゴール決めれたんで良かったですね。今後もチームの厳しい時には永井選手の持ち味かなり武器になってくると思うんですが。そうですね、まあ、ああいう場面でしっかり決めれるようにこれからも頑張っていきたいですね。今後も負けられない戦い、勝たなければいけない戦いが続きます。そうですね、まあ、今日引き分けたんで、まあ、次節絶対勝って次につなげたいですね。ありがとうございました。